待って、趣旨が違くなっていくんだけど、これもらうもらう、これ核出るんじゃない？ちょ待って、これ核出そうだぞ。3度目の飯よりポテトサラダ。皆さんこんにちは、こんばんは、イモです。今回ご紹介していく武器は隠れ強武器ということで、こちら HG40。 何が強いかと言いますと、もうどの距離でも安定して抜くことができる。やはり SMG なので物足りないかなっていう場面が出てきたんですけど、でこの攻撃を受けた際のひるみはタフネスで軽減することができるので、ここは皆さんのお好みでクイックフィックスがいいかタフネスがいいかっていうのをやってみてください。またね、この武器縦反動なので使いやすいです。ぜひ使ってみてください。それじゃあ行っていきましょう。はい、皆様いつの間にか始まっておりました。昨日ね、FIFA ワールドカップと COD の世界大会見てたら、マジで寝たのが5時なんですよ。どう思う、みんな5時だよ。いや来てるよ、ここ来てるよ、足音聞こえるよ。なんで後ろから来てんだよ。 GOD の世界大会見て思ったことは、もう海外の方たちのエイムがめちゃめちゃ綺麗すぎる。なんかレレレに頼ってるっていうよりかは、本当にピタピタっていう一つ一つのエイム、あと立ち回りがすっごく丁寧で、もう見ててね、惚れ惚れしたもん。さあ1枚カットで、もう1枚はいいね、もう1枚カットできる。さあここは一旦隠れましょう。一旦隠れてもう1回出よう。いいですね、もう1枚カットできる。だからストなしなので、こういう機動性ありきな戦いをできるからいいよね。味方さんカバーは来てくれないけど、僕は自身でカバーしていく。いやこれやれる、ちょ味方カバー、俺リロード中。上行ったダメ。ここでショックRC出しちゃダメなんだけど、ここで待ってば来るか。さあここは落ち着いて、いいですね、強いね HG40。 さすがのこの立ち回り。危ない。ナイス、味方さんナイスです。大丈夫、ここは俺がカバーする。よーし、いいですね、このカバーの試合。なんで大丈夫いいよ。でこの人が前に出てるので、この人がしっかりとその輝けるんです。ここはいるっていうの分かるので、そうこういう風にカバー、これです。日本人とで足りないのはこのカバーの試合という。やれる、ナイス。ちょっと待って、趣旨が違くなっていくんだけど、これもらうもらう、これ核出るんじゃない？ちょ待って、これ核出そうだぞ。お前たち核出るぞこれ。だー、嘘だろー、核出たよ。いや出そうだったな今。落ち着いて、さあ僕も落ち着いてエイムすることができる。手が震えててもね、こういう風にしっかりと立ち回ることができる、しっかりとエイムすることができるとか、エイムができるっていうのがこの武器の強み。うわ核出た、どうしようって思ったとしても、手が震えたとしても、この安定感に勝るもの。ちょっと待って、何じゃ、うわー勝てたよ CBR に。今 CBR だったら勝てるんだけど、いやそれじゃつまんない。やっぱり環境武器で勝つことは、そのもう真面目な戦いだけに野良なんだから、楽しくやりたいっていうのが僕のもねえ、邪魔なんだけど、怖そうぜあれ。ねえやばいって、ちょっと一旦隠れよ。ここはカバーしてあげたいね。で味方、いやあれは取りそうにないので、ここは一旦イモリながら戦います。でここはで一撃をカットしているの分かってるので、いいね、敵さんも上手いので、さあこういう風にキャラコンを使いながら、さあここは強いね、やっぱレレレ強いね。レレレレ勝つようなあれじゃダメなんだよ。みんな水の中でも戦えるようにしちゃダメ、水の中でも戦えるようにしちゃダメ。だって水の中レレレ打ちできないでしょ。そういうことよ、水の中で戦えるようにしちゃダメ。強すぎだろお前。危ない。強くない？マジで。だって今核出そうだったよね。俺の勘違いかもしれないけど、核出そうでした。やれる、勝てるよ。みんなこの勝負勝ってさ、やっぱり日本人は強いんだぜってとこ見せておこうぜ。これ利用しようよ。敵のさ、これ、いいね。こうやって味方のカバーをしつつ、試合運びするっていうことができるっていうのが一番。ね、何？危ない。いるって、そこいるよ。確認できてる。うわーやれちゃうんだよねここで、たとえ CBR だろうか、水の中川の中だろうか。危ねえ、ここで腰打ちの方が強いんですけど、これ腰打ちができないという状況。ねえ誰かあれ破壊してよ。ねえビビらないであれ。俺はビビってんだけど、お前らに任せた、お前らに任せるっていうことが最善の策だと思うから、一枚カットしていく。見えてない状況なんだって、僕は上を取りに行く。落ち着いて、そうこう落ち着くってことが大事。精神的な面でもさ、やっぱり落ち着くってことが大事。いや、いるさあここ見て、さあ来いやめなー、いや負けると思った絶対。いや思ってたんだけど、やっぱり行かなくちゃいけない、男にはさやらなくちゃいけないっていう勝負どころがあるじゃないですか。皆さん分かると思うんだけどさ、
やれ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 、なあ燃えてんだやれよお前。僕はこっちから来る敵をしっかりと遮断しつつ遮断しつつとって、いい、大丈夫大丈夫、味方いいよ、味方素晴らしいよ。でここは俺がスレリスレリと敵が通っていくところを僕がベロリと舐め回します。で戦闘力が足りてるんで、いい、よし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 よ、全然あの前線を押せる。いや強っ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 、やばっ、うわみんなにいいねもらったわ、やばすぎこの武器。はい皆さんいかがだったでしょうか。32キル14ですということで、いやこれは味方さんが強かったですね。しっかりとポイントに乗ってくれてポイント稼ぎをしてくれるっていうことに関して自分もね安心して任せられたっていうことでしたので、ハートポイントとかドミネとかっていうのはキルよりかはどれだけそのポイントに乗ってどれだけ旗を取ったかっていうのをやっぱりどれだけ貢献したかっていうのになってくるので、ぜひね皆さんも UAV を落とすとかポイントを取るとか旗を取るとかっていう、たまにはねキルだけじゃなくて意識してみてもいいんじゃないのかなと僕も思います。僕もね今日キルしかしてないんだけど。味方さんありがとうございました。そしてまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さんまたな。